広島東洋カープの栗林良治です。ピタニュースタートこんにちは。12月7日木曜日のピタニューです。今日も皆さんにぴったりなニュースをお伝えします。栗林投手、何の違和感もなく今入っておりますけれども、はい、タイトルコールありがとうございます。ありがとうございます。改めまして今日はゲストに広島東洋カープの栗林良治投手にお越しいただきました。お願いします。お願いします。お願いします。ねえ、中田蓮さん、はい、ちょっと伺いたいのが、はい、実は栗林投手もうこのスタジオに入ってきたのは、はい、本番の1分前。素晴らしいですね。さすが、数々の修羅場をね、振ってきた投手ですから。ただ一つよしてない、僕もタイトルコールやったことありません。先起こされちゃいましたごめんなさい、ちょっとね、先輩に先んじて言いましたけど。いやもうそれはもう、それはそうですよね、はい、今日も別のお仕事があった中、はい、もう先ほど本当にホームテレビに入ってこられてという形ですけれども、はい、どうでしょう、広島ホームテレビの生出演というのは初めてですかね。いや昨年も出させていただいた時もありましたけれども、はいはい、ピタニューに来られてどうでしょう、中田蓮さんとも一緒に今日は番組をお届けすると。僕は蓮さんとっていうのが、うん、あの初めてなんで、はい、そっちに緊張してます、はい、生放送というよりかは結構緊張感があるような先輩だったっていう関係性ですか。まあまあそれもちろん、まあね、安心安全の栗林投手ですから、この僕が今日は少しだけ崩したいなと思います、はい、安定感を少しだけ崩したいなと普段は見られないような栗林投手の、はい、まあ、プライベートな部分をね、たくさんこの後見ていただけるということで、はい、野球のこともそうですし、グルメの情報までたっぷりとお話を聞いていきます、ね、いつもは抑えなんですけれども、今日はピタニューに先発登板、はいはい、しっかりと担当していただけると思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ピタニューのスポーツコーナー勝ち癖担当の瀬賀凛太郎です。そして今日はスペシャルゲスト栗林投手とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。お願いします。まずは栗林投手、普段会見などでは見られない服装ですけども、今日のファッションポイントを教えていただいてもよろしいですか。今日は栗林さんにもらったジャケットと、あと今日の午前中買ってきたユニクロのインナー、午前中にちょっとなるほど、はい、今日この出演に合わせてですか。グレーのジャケット着てくんですけど、はい、中何がいいですかねって言ったおすすめのこの色で、じゃあまさにもう今日合わせていただいた衣装ということなんですね。栗、はい、投手の思いも背負いながらということになりますかね。栗投手の思いもがっつり背負ってね、はい、普段ねやっぱ野球でユニフォーム姿をよく見るんですけど、はい、スーツ姿やっぱかっこいいですねジャケット姿かっこいいです、ね、はい、レンさんとちょっとね色違いな感じで、うん、同じような感じで確かにやっぱり、ね、どうですか僕のファッションは。いやもういつも見てます。ありがとうございます。レンさんもねおしゃれですよね。いやいや、ありがとうございます、ね、本当にこれからもね、まあ、ファッションのことなんかも含めてそうですし、いろんなことを普段聞けないことを伺っていきますので、はい、お願いします。どんどん伺っていきます。それでは栗林投手に話を伺っていく前に、まずは今シーズンの活躍をまとめましたので、そちらをご覧ください。カープの誇る絶対的守護神栗林良治、ルーキーイヤーから2年連続で30セーブ超えを果たし、日本を代表するクローザーに上り詰めた。しかし今シーズン序盤、栗林は苦しんでいた。代表に選ばれていた WBC を腰の張りで途中離脱。開幕には間に合わせたものの、4月までにまさかの4敗。プロ入りから2年間の活躍を考えれば、信じられないような光景が続いた。その後、右足の怪我もあり、プロ入り後初めて2軍も経験。それでも男は帰ってきた。さらに成長するため、シーズン中にピッチングフォームを改造。足を高く上げて投げるフォームへと変更した。フォーム改造は功を奏し、制球力が向上。さらにストレートは自己最速を更新した。栗林は最終的に18セーブを挙げ、3年連続2桁セーブを達成。守護神に返り咲き、シーズンを終えた。この後
いかに苦しみを乗り越え成長を遂げたのか、栗林投手に語っていただきます。見事復活を遂げて帰ってきた栗林投手、今シーズン振り返ってどんなシーズンでしたか？そうですね、まあ、WBC の離脱から始まって前半戦はすごく苦しかったですし、チームにも迷惑かけてた分、まあ、なんていうんですかね、もどかしい気持ちが続きましたけど、後半はちょっとずつ、調子も良くなって、はい、勝利に少しずつ貢献できたので良かったかなと思います。そんな中で勝ち星も今シーズンはつきましたね。そうですね、新しい球場のエスコンで、カープの1勝目が自分の1勝目と被ったので嬉しいなと思います。これやっぱり不思議なのが、やっぱり栗林投手がまだプロ初勝利が実はなくて、やっぱりこうセーブシチュエーションで投げてきたからというところでね、初の勝利があって白星手にしたと思いますけれども、はい、ウィニングボールなどどうされたんですか？多分家に飾ってあると思うんですけど、はい、かもしか実家に送ったかどっちかです。初勝利と初セーブどっちが嬉しい？初セーブの方が嬉しかった。やっぱり、そうなんですね。目まぐるしいシーズンを送ってきたかとは思いますが、そんな中で栗林投手には今シーズン最も印象に残った試合を挙げていただきました。それがこちらです。9月6日ベイスターズ戦ですね。はい、おっと出ました。ここから二塁送球、アウト、アウト。このダイビングはまずは一つ目がこちら、ね、こちら9月6日ベイスターズ戦、ベイスターズ戦で、はい、もう一つあるんですね。もう一つあるんです。9月からの詰まった当たりを今度は可能選手の指示もありまして、この2つのシーンが栗林投手は印象に残っていると。はい、僕というよりかは、はい、多分皆さんが一番印象に残ってるのかなと思いますし、やっぱりこれはみんなに体のことも心配されながら、はい、なんか何日かずっと言われたんで、まあ、いいプレー、自分はいいプレーしてないですけど、記憶には残ってます。これ中田さん、はい、ピッチャーの方がダイブをするって、まあ、過去には大きな怪我があった方もいらっしゃいますけれども、そうですね、やっぱりこのプレーなんですけど、栗林投手の思いもそうなんですけど、やっぱりチームの思いを背負ってるなっていうのがこのプレーに対してやっぱ分かるじゃないですか。やっぱりそのポジション的にもやっぱり信頼された中で、はい、本来ならやっぱりこうね、ああいうプレーをして栗林投手って絶対チームに行ってもらわないといけない存在なんですけど、ただプレーしてる時本人はこのダイビングをしてるっていうのはもう多分おそらく本心、思いで多分出てると思うんですよ。なのでやっぱりこの一つのアウトを取りに行くっていうこのプレーに対していろんな思いもありますし、ただこれやっぱりこう野球人なら本当にこう見てほしい思いが乗ったプレーなんじゃないかなと思いますよね。ただまあ今日はね、いろんなことを栗林投手に質問したいなと思うので、はい、ここからは私がいいですか、私が質問させてもらってもいいですか。もう言いたいんですよ、はい、言いたいんですよ、いいですか。じゃあまずはこちらをご覧ください。はい、これが栗林投手の月別の、はい、今年の月別の成績なんですけど、まず4月から6月かなり苦しんだかなと、まあ、もちろんいろんなことを思いながら投げてね、まあ、学ぶこともたくさんありながらだと思うんですけど、ただ後半7、8、9もう完全に復調しました。素晴らしい成績ですね。これすごいですね。これは何かきっかけはあったんですか？やっぱり足上げたのが一番大きいかなと、はい、自分で思います。なるほど。その中でやっぱり足を上げる、私もその現役でやってましたので、シーズン中にメカニックをやっぱりこのフォームを改造するっていうところに対しての怖さ、恐怖などはなかったんですか？もうこんだけ結果出てなかったんで、はい、なんとか変えなきゃいけないなっていうのと、あとはまあ監督やコーチ含めてたくさんの方にアドバイスいただきながら、もう何か変えるしかないと思って変えました。なるほどね。だからここまでの選手でもやっぱりシーズン中苦しんでいろんなものを試行錯誤しながらチャレンジして、もうこれ見てください、フォームも全然ね、違うんですけど、やっぱこのチャレンジ精神ですよね。でやっぱりこの結果、もちろんね、結果をやっぱり出さないとクローザーですので、はい、あるんですけど、やっぱりこのチャレンジする気持ちっていうのが、栗林投手自身もそうなんですけど、やっぱチームに対しても、あ、新しいことをチャレンジしてるチームに対してやってくれてるなっていうのを思わせてくれますよね。とはいえこう怖さみたいなものはなかったんですか、変えることで。本当はこれを変える1個前の楽天戦があるんですけど、はい、
この試合も横山さんと話して、横山コーチと話して、足上げていこうってなったんですけど、自分がなんとか踏み切れなくて、結局足上げずに投げて、先頭フォアボール出して、2点取られてるんですけど、その試合があった後に横山さんにやっぱやってきたことはやろうよって言われて、次の試合はしっかり足上げてやるようにしました。やっぱ周りにやっぱり支えられて、やっぱその信頼感といいますか、そのやっぱ思いがね、このままに乗ったんですけど、僕実際あの試合見に行ってたんですよ。あ、そうなんですか。そう、見に行っててすぐ気づきました。足を高く上げてるなと。実際今日言えてよかったです。レンさんがね、一番先に気づいてたかもしれないです、監修の中では。ただね、まあ、そのメンタルがやっぱり強い栗林投手なんですけど、はい、僕一つちょっと気になってることがありまして、はい、クローザーだとやっぱり常にやっぱ気持ちをこう入れていかないといけないと思うんですよ。その気持ちの、もちろん9回にマウンドに上がったらメンタルの強いところっていうのはもう出していかないといけないし、まあ、誰もが見てると思うんで、はい、ないといけないと思うんですけど、気持ちの切り替えみたいなところで普段あるんですか？スイッチをオフにするところ、例えば試合前、試合中、試合後、家に帰ったところ時はもうスイッチを完全にオフにするだとか、やっぱあるんですか？まあ、家にホームの時は、はい、もう家に帰ったら野球のことは全く考えないようにしてますし、試合のスイッチが入れるのは自分がブルペンに行った時、だいたい9回投げる時は6回ぐらいに行くんですけど、そのブルペンに入った時にスイッチオンにして、だからそれまではずっとオフの状態で、じゃあブルペンで、まあ、みんなとわちゃ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 喋りながら、はい、自分の準備が来たらもうスイッチオン。はい、なるほど、さすがですね。すごい、もう見習わないといけないでしょ。もういつも緊張してスイッチオンの、はい、カチカチですから、はい、いつも気になっちゃいますからね、はい、そのちょっとメンタルの強さでいうといろいろ気になるんですけど、例えばマウンドに上がって緊張でお腹痛くなることってないですか？いや、僕結構緊張するタイプなんで、だから緊張してるからこそ頑張れるというのか、緊張が原動力、はい、緊張したから今日もやれるぞっていう気持ちなんで、はい、逆に緊張してない時の方が不安になります。勉強になります、ね、あれはもう名言ですよね。いや、名言ですよ。緊張してない方が不安だっていうメンタル状況に持っていけるっていうところがね、やっぱりあの波の選手じゃないなというところを感じさせて、ね、もらえますけれども、まあ、ちなみにあの今シーズンの栗林投手の、まあ、データの中であの変化が結構あったということで、はいはい、まあ、中田さんが注目したいポイントなどもあるということなんですけれども、それがこちら VTR があるんですけれども、クライマックスシリーズファーストステージの最後のシーン、はい、ここで決め球にカーブを使っているところがレンさんはやっぱりこう気になったポイントだと。そうですね、今シーズンね、この変化球の使い方に関してすごく気になったのが1個あって、はい、前半はまっすぐとフォークを主体にする投球だったんですけど、後半中盤あたりから勝負球にやっぱりカーブを持ってくるのが多くなったなと、それをすごくねちょっと気になっていまして、実際どうなのかなっていうのを、はい、やっぱり自分としても結果的にカーブが多くなったというか、ずっと前半戦フォークで苦しんで結果出ず2軍落ちて、でもう1回1軍上がっても結果的にフォークが全く使えない状態だったんで、その分カーブが勝負球になっていったというのか、だからカーブを勝負球にしたいっていうわけじゃなくて、フォークが使えない分カーブが勝負球にするしかなかったっていう感じです。多分でもシーズン中にその、まあ、さっきのメカニックもそうなんですけど、はいはい、やっぱ変化球もその1個使えない球が出たらそれを代わりに使える球がもう一級品なんですよ、だからやっぱり勝負できるし、このようなやっぱり素晴らしい場面でやっぱ投げれるっていうのもやっぱありますよね。バッターサイドとしてもね、またこうカーブが1個入ることによってこうなんか思考もね変わってきそうですよね。だいぶ変わりますよ。でやっぱり栗林投手のカーブっていうのはやっぱりこう落差もあって、はい、目線を変えるボールの中に、本来ならやっぱりカーブっていうボールはそこまでスピードがあるボールじゃないんですけど、やっぱり速さがあるので嫌ですよね、バッターはやっぱり。そうです、はい、実際にこうデータも出てますけどね、実際に栗林投手がお話ししていただいた通り、2023年、22年と比べますとフォークとカットボールの割合が減ってカーブが増えているんですよね。数字で実際にご覧になっていかがですか？まあ、やっぱりカーブが勝負球にもカウント球にも使うようになったんで、結果的にはこういうところになってるかなと思いますし、はい、自分としてはやっぱカットボールの割合が減ったのがすごいいいなと思います。今年は減ったのがいいっていうのは、うん、やっぱり自分はもともとまっすぐフォークのピッチャーのに対してやっぱりカットの割合が 10% 超えるってことはカットに頼ってる時期が長いってことだと思うので、そういう意味では今年は自分の武器であるまっすぐフォークカーブでしっかり勝負できているのかなと思います。皆さん、このことは伺っていかがですか？いや、そうですね、素晴らしいんですけど、まあ、ここまでそのフォーム、フォームの変化、そしてまあ変化球の使い方、いろんなことをやったんですけど、さらにねこの2つをプラスアルファしてまた進化したものがあるんですよ。何だと思いますか？
でも進化、はい、ありますよ。さらに進化してます。我々でも分かります。分かります。なんだ、なんだろう。頭部がよりよりより進化してる。より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 進化。進化してるってことですね。まあ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 、でもそうなんですよ。スピードも増してるし、はい、落差もやっぱりあるんですけど、ただもう栗林投手自己最速更新した。まっすぐです。もうストレートがとにかくもうすごい、もうダメなんですよ。コメント言う立場の人間がすごいすごいすごいってダメなんですけど、それだけすごいってこと。とにかくミットに入る時のやっぱりベース板の速度、まあスピードもそうなんですよ。やっぱりマックスを更新してるから速いんですけど、手前でのやっぱりこの加速、回転数がまあ落ちない俗に言うんですけど、ベース板のやっぱ強さっていうのが増して、とにかくやっぱ素晴らしいなっていうのを感じましたよね。これらを踏まえた上でね、栗林投手が自身で選んでくださったのが、はい、このベストピッチ、宮崎選手に対してのピッチングなんです。これは、流れますね。また打つのところでしたかね。今のはやっぱりまっすぐがしっかりといいボールでいっていたっていうところ、手応えとしては栗林投手はどうですか。やっぱ足上げてから、本当すごくいい球行くことが多かったので、こちらですね、ベストピッチ。そのまっすぐもありますし、先ほどの変化球の部分でも、ご自身の中でベストピッチを上げるならここになるということで、1球目がフォークで、2球目で先ほど話に出たカーブ、これ宮崎選手空振り、はい、3球目はワンバウンドしたストレート、2ボール1ストライクからの4球目でこれフォークでファールでカウントを稼いで、もう1球今度はストレート、決め球何かというところですよね。そうですね。で何を持ってくるのかで、最後はカーブ。まずは栗林投手に伺いましょう。ベストピッチに挙げた理由はどこですか。まあ、カーブで空振り取れたところと、あとはこれ試合の場面が DeNA の3連戦の3戦目で、僕はこれ3連投目なんですけど、試合前に新井さんと藤井さんに、宮崎さんとか牧の段階のワンポイントなら今日はあるかもしれないって言われてたので、案の定それが回ってきたんで、で抑えれたというのが良かったかなと思います。レンさん、先ほどはストレートも進化したとお話をされました、はいはい、ここもまあストレートもありましたし、最後はカーブで、はい、しかもそこの言われた場面で抑えるっていう、この栗林投手の投球はどうですか。大したものやっぱ素晴らしいですよね。でやっぱりそのカーブも、ね、やっぱ勝負台に持ってくるということは、やっぱり自信のある球なので、はい、自信を持って投げてますし、やっぱりカーブが効くというのは、栗林投手自身が今年やっぱりまっすぐが良くなって、まっすぐも生きるようになったから、カーブも使えるようになりましたよっていう、やっぱりこの選手としてのね、幅が今シーズン広がったんじゃないかなっていうのをね、感じますよね。瀬川さん、やっぱりこれ来シーズンのね、活躍というのも期待したいですね。そうですね、来シーズンね、どこで投げるかってところもまずは期待したいところですね。でここまでプレーの話をたくさん伺ってきましたけども、 CM を挟んでこの後は素顔について迫っていきます。様々な知らないね、裏情報が出てきましたからね、今後も引きずっていきたいと思います。さあ、ここから栗林投手には視聴者からいただいた質問に答えていただきます。はい、栗林投手準備はよろしいですか。はい、もう満タンです。ありがとうございます。さすが、強い言葉がね、聞かれましたね。それでは1問目に移っていきます。こちらです。最近一番テンションが上がったことを教えてください。ということですけども、いかがでしょう。やっぱり今回契約更改したんで、はい、大台の1億円を超えたことが自分としては嬉しいです。つけ並みな質問になってしまうかもしれないんですけど、1億円の使い道っていうのは、あんまり決まってないというか、でも自分時計持ってないんで、持ってないことないですけど、はい、時計は欲しいなと思ってます。ね、ご自身で買われるか、お隣に先輩もいらっしゃいますしね。なんでや、なんでや、やっぱこのね、やっぱご褒美としてね、来シーズンまた頑張れるっていう思いで多分買うと思うんで、はいはい、自分で活躍した分は自分で買ってください。なるほど、ね、自分の思いが詰まった時計が一番ですかね。はい、山崎さん、お話聞いていかがですか。いや、なんかすごい どうしたんですか。すごい、いや、どうしたんですか。すごい、でもいいですね、どんな質問にも全部答えてくださるから。どうですか、栗林投手。栗林投手の人柄というところも、ね、面さんあるかもしれませんよ ね、はい、ね。さあ、続いて2問目に移っていきます。はい、アベレンに出ませんかと。これは私たちが聞いてるんじゃなくて、視聴者の方からの質問です。質問ということですね。ですね、見たいと。その方、はい、アベレンご存知ですか。僕はあんまちょっと拝見してないんですよ。ほら、ちょうど映像も流れてるわけですね。こちら、阿部智弘さんと中田蓮さんがドライブをしながらいろんな旅をするっていうコーナーで、毎週火曜日にピタニューで放送してるんですけれども、これね、
選手の皆さんの間でも話になったりはしないですか？いや、めちゃめちゃ話題になってますし、はい、まあ、レンさんが痩せたなとか今日レンさんダッシュしてたよみたいな平和大通りで走ったりしてましたね、はい、安心安全な旅バラエティなので栗林投手のようなね、はい、投球スタイルの番組なんだぜひ安心安全に爆笑が入った本当に笑える旅番組ですけど、はい、出ませんかということです。いや、もう依頼いただければぜひ、大丈夫なのかなこれは。これは大丈夫ですか、いつか共演も見られるかもしれないですね、また球団関係者の方の OK が、いや OK が出れば、ね、多分これ出ないのがいいんじゃないですか、ね、もしかしたら何かで聞かれたくないこと聞かれるかもしれませんね。そうですよ、はい、また機会があれば、はい、よろしくお願いします。ぜひお願いいたします。まさか共演するってなったら楽しみですね。アベレンでね、見たいですよね。見たいですよ、いいと思うんですけど、でも選手の方が見ていただいてるっていうのもね、はい、レンさんまた今後にも何かこう生きてきそうですね。そうですよ、なんかね、まあ、こう一生懸命やってるんでね、うん、もう選手の皆さんがまた違う姿をね見て笑っていただければな、うん、もう思う存分笑ってください、うん、はい、ストレス解消の肥やしにしてください、はい、次から見ます、はい、ありがとうございます